日本北海道道東道東とは北海道の地域区分の一つであり、他に道央、道北、道南が存在する。なお近年では東北海道という言い方をされる場合がある。旧市町の管轄区分。明確な定義づけはないが、主に道東とされるのは以下の地域である。この範囲は衆議院級中選挙区の北海道国と同じである。 例えば国土交通省、川の防災情報は、上記の地域を同等と扱っている。しかし、オホーツク管内のうち北部の西門地区は、同北に入れられて、同等から除外されることがあり、さらに、オホーツク管内全域が除外されることもある。例えば、釧路地方裁判所の管轄区域は、釧路総合振興局、根室振興局、 十勝総合振興局とオホーツク総合振興局の内門別市、門別郡滝の上町、オコッペ町、西オコッペ村、オウム町を除く。また国土交通省の全国感染旅客巡流道調査では北海道を4つに分けているが、オホーツク管内全域を除く地域を同等としている。同様に日本銀行釧路支店の業務区域もオホーツク管内全域を除く。 JR 北海道釧路支社は、根室本線新徳駅根室駅間などのほか、専門本線は、おほうつく管内の増ス駅までを管轄し、おほうつく管内のほとんどは、旭川支社の管轄である。観光業界では、得意な地域区分も見られ、都価地管内を道東から覗く例も見られる。道東は、北方領土を含むと、北海道の面積の4割余りに及び、 北方領土を除いても4割近いが、人口は北海道全体の2割である。ありがとうございます。